はい、ボードレースファンの皆様こんにちは、野添孝弘です。来る12月26日から始まるプレミアム G1 第11回クルーインズクライマックスを盛り上げる企画として、元ボートレーサーでボートレース丸亀を中心にボートレースアドバイザーとして活躍している、はい、西坂嘉祥さんにゲストのお越ししていただき、はい、トークをしていこうと思います。では第2弾ですね、はい、こちら事前にねトークテーマとかの質問を募集したんで、うん、それを厳選して2人で語り合っていこうと思ってます。さて行こうか。はい、どれから行こう。そうです、私が選んでいいですか。まあ、どうぞ西坂さんがどうぞ。ちょっと見えないので、じゃあもう一番手っ取り早く、はい、行きましょう、はい、じゃじゃん、これ こんな感じでいいですか。はい、女子レース、はい、うん、女子レースと男女混合レースの違いは、うんうん、女子レースと男女混合レースの見どころの違いはありますか。うん、ここに注目してみると、うん、もっと女子レースが面白いよっていうところがあれば教えてください、うん、ということですけど、うん、どう、男子と混合で走るってどういう心境やった。逆に女子だけのレースと男子と混合で走るってまだ違う。違いますね。レース内容が根本的にやっぱ変わってくるかなと思います。と言いますと、スピード感がやっぱ違いますし、シビアですね、男性がいると。細かいところをちゃんと突かれるので、もう本当にドキドキします。もうだから1周目であろうが2周目であろうが3周目であろうが、もう常に近くに男性の選手がいると、あ、ここだったら多分女子レースだったらここは潜り込んでこないなっていうところをもうちゃんと来る、まあ言いたいところついてくるね、はい、やっぱ来たみたいな。で基本ほらモーターボートって相手が不利なコース自分から、ね、走ってミスを誘発して抜く競技なんで、はい、そういうのがやっぱ男子の方がシビアってこと、ね、いやかなりシビアだと思います。女子選手、まあ、クリアって言えばクリアなんですけど、なんていうんですかね、そういう部分もあまりこう内側にこう逆に潜ってくる選手が女子界はだいぶ減ってきたんじゃないかなと。逆にこう意思の疎通というか、分かりもう先に回してっていうのは分かりやすいっていうか。だけど男子選手って、まあ、女子よりは体重があるじゃないですか、だけどしっかりちゃんと落として切るから回れるんですよね。そうやね、だからあーってなっちゃいます。あ、はい、って自分の思ってるのと軌道が違ったりするわけ、ね、そうなんですよ。でやっぱスピード感も違いますし、だからなんだろう、女子選手ってやっぱ軽さも優位に立てる部分もあると思うんですけど、逆にこう内から合わせられた時って、風圧というか、圧でやっぱ飛んじゃう。違うの、女子と男子。あ、違います。あ、そうなの、はい、結構やっぱ男子選手の方の圧の方が来ます。はい、あ、そうなんや。そうですね、それは知らんかった。逆に俺ら女子の方が出足がやっぱり全然男子と違って軽快やんか。そうですね、はめたなと思っても、なんでそこにいてんのみたいな。もう現役何回言われたかでしょ。はい、もう沈んだ、あ、折れへんかった、パッと見てあれ前におる、はい、っていうのがね、日常的にあったんで、はい、あ、そういう感じで走ってんねんね。そうですね、だから引き波を超えるのも、やっぱ女子選手同士とは違うかなとは思います。そこも違うよね、はい、やっぱ50キロ52キロぐらいだったらあれなんですけど、やっぱちょっとこう体重10キロぐらい差が空いてしまう選手だと、あ、ちょっと深いみたいな。あ、それは俺らも感じる。濃い。いや、俺らも感じる。それは分かる。それはもちろん分かります。はい、まあそんな感じかな。はい、まあ一番ベタですけどこれですね。皆さんがよく睡眠の上で僕の配信で聞かれるんですけど、睡眠の上にマークの難しさとはっていうこれね、大体睡眠の上にマークはね難しいというコメントをいろんな選手が残してますが、詳しく教えてほしいです。クイーンズクライマックスの出場選手でこの2マークで強さを吐きそうな選手とかレーサーいるんでしょうかって。これはですね、睡眠の上本当独特です。西坂も経験あるでしょ。あります。むちゃむちゃのリックなの。引き波ですか、あれは。引き波とあと2マークの角度なのかな、3マークの位置的なものなのか、もう初動切るそこにあるやん、あるんですよね。あるやんか。だからハンドルが、はい、切らへんやろ。なんかそうなんですよ、ちょっとビビるというか、はい、ね、だからこう引き波がこう来てるタイミングと切る角度がうまく合うんで、そうやね、わってなるよね。で左手が緩むというか、なんかね、はい、でよっしゃーってやったらめっちゃ流れていくみたいな。だから同期渡辺雄一郎君なんですけど、はいはいはい、墨の絵マジでくるっと回れみたいなっていうイメージで折った方がいいよって言われた時にすごいそれが役に立ったイメージ。スッとなんか入ったよね自分は。はい、俺らは逆にそこでもう言った波の中で練習した口やから、昔はねもっと差があったよね。言ったノーマルエンジンと
今言った原料エンジンから それがあったから、うん、もっと乗りにくかったんやけど、逆に相手方が乗りにくいと思うから逆に僕らは優位だったけど、今エンジンが統一化されて、うん、その差がないねんけど、やっぱり隅の肉だと今西坂さんが言った通り、こうして縦に、ね、網が残るん で、うん、でどうしてもこう見えハンドルが切れないんですよね。一発目が大事なんで、その一発目が入らないんですよ。そうですね、そこがね難しいよね。だからもうこれ本当、誰がマック乗れるかって言ったら、例を挙げたらレーススタイル的に言うと、例えば寺田千恵さんとか、うん、平山千佳さんとか、そうですね、まあ、そのあたりの選手が、まあ、豪快に攻めれば攻めるほど難しいですですね、隅の2コーナーに関しては。なん、ね、はい、なんかスピード、1マークはスピードターンみたいな、うん、2マークはもうそつなくみたいなすごい、まあ、基本差しっていう、そうですね、基本はね、あくまでも基本やけど、うん、隅の2コ何にしましょう。まあ、まあ、じゃあこっちで、はい、ダッシュから狙える選手を教えてください。まあ来ましたよ、はい、インコースが断然強い隅の井ですが、はいはい、クイーンズクライマックス出場選手の中で外枠でもダッシュから狙える選手を教えてほしいです、うん、またそういう時の展示の見方なども教えていただけると楽しい大晦日を過ごせそうです、うんうん、はい、これはでももう今節、もう今節に限っては一人、まあそうですね、すぐ出ますよね。そうですね、もう高田ひかるちゃん、光さんですね、まあでも、まあ、それ以外って言ってくると、まあ、堀之内さんだったり、ね、細川さんだったり、細川さんそうね、はい、俺なんかだったら田口さんもそうやけどね。あー確かにそうですね、うん、いやだからなんか今回のクイーンズクライマックスは、うん、もうなんか高枠をもちろん抽選なんで、うん、引けばそれは嬉しいってはなるんですけど、かといって4コース5コース6コースであっても、うん、全然大丈夫よって言える選手が揃ってるんじゃないかなと、うん、そうやね。今回、まあ、まあエンジンの話するのもなんですけど、まあ、エースモーターと言われてる68号機もちょっとね返りが見えてて、逆に温水バブルがついたことによって急上昇してるっていうか、まあ、上昇傾向になるエンジンもあったりして、うん、はい、伸びに特化すればの、まあ、どこまでも伸びそうなエンジンもあるんで、そういうのを高田さんとかその細川さんなり、ね、うんうん、田口さんのダッシュ戦で破壊力を増すような選手が引けば、はい、なんかもっと面白くなるかも分かんないですね。そうですね、うん、はい、次、はい、これですね、進入コースについて、はい、隅の井だけではないかもしれませんが、最近のレースはよっぽどのことがない限り前付けをしてくる選手がおらず、枠内進入のレースが多いように思います、はい、これには何か理由があるのでしょうか、うん、以前だと鵜飼さんが積極的にインを取りに行ったりしてましたが、こういった選手はこれから出てくるのでしょうかと。また前付けされたレーサーの心境とは、これまず前付けされた時の心境っていうのは何も思わないです、はい、うん、基本的に、まあ仕方ないです。そのメンバーに組まれた以上、どこまで行っても自分が1号艇で権利を主張するなら、うん、入って仕方ないですね。どう西坂は、そう前付けされた時でどういう感じだった？私もどっちかって言ったら行くタイプだったんで、うん、行くタイプだった？私結構全然知らない、いやでも言っても、まあまあ地元丸亀ぐらいかな、うん、地元ぐらいはもうやる気をしっかり、うん、もう前面に出していこうっていう感じだったので、うんうんうん、そうですね、丸亀の時はもう本当に展示では見せずに本番だけバチンってやったりとか、それで見せてしまったら、うん、まあ、結局警戒されて、私はもうただインコースっていうものにこだわってて、うん、だからインを取るためにどこまでも深くなるけど、うん、それを見せてしまったら、うん、今はもう抵抗できるルールになってるじゃないですか、じゃあそれだったら2コースでは意味がない、はい、だからインコースが欲しいからもう出し抜く、うん、言い方悪いですけど、うん、出し抜くためにもうそれをするしかない、まあ、それ選手が出たら心理的なもんやから。そうなんですよね、ファンの人にはなかなか伝わりにくいんだけど、はい、やっぱり、まあ、いざ外側に来て分かったことがあって、うん、それってやっぱファンの人は予想する上でやっぱそこも含めて予想やから、ちゃんとやってくれって言われる気持ちは分かんないけど、いや分かります。でも走ってる側からしたらやっぱそこは勝負なんで。そうなんですよね、うん、だからもう勝つっていうこと、うん、やっぱ選手はやっぱ勝ってなんぼっていうところがあるじゃないですか。だからやっぱそこにこだわるからこそ、うん、やっぱそういう心理戦だったり作戦っていうのは、うん、やっぱしょうがないのかなと思います、うん、あるね。来られた側はもうそれは受けて立つしかないんで、うんうんうん、はい、もうそれはなんだ思わないと僕は思ってますけどね、個人的には思ってなかったです。はい、はい、うんうん、じゃあ行こう、次、はい、そうですね、え、じゃあちょっと これ面白そうなので、どれどれこれ野添さんのも聞いてみたいです。ああ、全然全然。はい、仲のいい選手とここ一番を争う心境は、はい、レーサー同士での仲のいい選手と準優勝戦、うん、優勝戦などここ一番を争うレースでは一体どういう心境なのでしょうか、うんうん、格闘技などでは対戦相手とは連絡を取らなかったりしますが、うんうん、やはりその間では話せなくなったりするのでしょうか、うん、ということでどう、私は全然楽しんでました。あの負けても勝っても、うん、もう本当に楽しいっていう感じでしたし、やっぱお互いの手の内を
分かっているからこそ、これが同志部だったらなおのことなんですけど、やっぱり練習も一緒にしてきて、タイプどうこういう時にはどういう攻め方をするっていうのをお互いにちゃんと分かった上で、もう本当に話してるわけでもなく、今持ってる自分のセッティングと自分がどういう攻め方をすれば相手に勝てるか、だからこれが仲いい選手とかではなく、まあ結果的に仲のいい選手だったら上がってきたらなんかうわやられただったり、いや楽しかったになるかって感じで、なんかもう本当に楽しんでました、素直に。あ、まあそれは俺も それに近いかな。ガチで勝負するんやけど、それがまた楽しいというか心地いいというか。そうですね、いや本当にだから上がってきて話さないとか、走る前も話さないとかも、全くないですよ、本当ない、いや本当になんかそこがやっぱりスポーツマンというか。そうですね、しっかりお互い割り切れてる、まあ、リスペクトしてやってるんでね、お互いお互い、それはないですよ。はい、だから私もだから基本的に A 級っていうのは体験してないんですけど、長嶋真希ちゃんとか、それこそ奈々ちゃんとか、いろいろやっぱ仲いい選手一緒に走ってきましたけど、やっぱり対等に見てくれてるんで、それがそれでまた嬉しかったりもするし、それはね、はい、そこでこうなんかやるとやりにくくなるけどね。そうなんですよね。まあそれはね、その辺はちょっとまあまあまあ、じゃあ次いきます。ズバリ注目モーターは、っていうことなんですけど、これね、さっきもちょこっと話したんですけど、68番っていうのが現行ナンバーワン勝率なんですけど、ちょっとね最近動きが芳しくなくて、逆に30とか10番11番とか、この辺りがねもう節をまたぐ温水パイプについて、後々にだん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 動きが良くなってきてて、で各々やっぱり特徴があって、ちょっと伸び型、出足型でもこれ伸びに振れば化けるなってエンジンもあったり、出足に振れば化けるなっていうエンジンがなんとなくあるんで、まあ、乗り手によってそれ変わるんですけど、この人が乗った時はもうむちゃめちゃ出たけど、次それが伸び型だとしたら、それを伸びをちょっと殺して出足技にしたら目立たなくなったり、特化すればなんか化けそうなエンジンは何機かあるんで、今回のクライマックスもまあ上位何機か出すねんけど、その中でも徐々に変わっていってるエンジンと、もうガクンと落ちたエンジンとかやっぱり明確にあるから、その辺はねファンの人もその勝率だけとかじゃなくて、今言った30番10番11番これ10、11なんか特にどっちかに振れば化けそうなエンジンで、いや楽しみですね、はい、じゃあ何いきます、何しましょうか。住之江女子戦の攻略法を教えてください。住之江女子戦の攻略法。女子、はい、冬の住之江の特徴、有利なコース、女子戦ならではの展開も加味した攻略ポイントをご教授ください、ということですけど、攻略法。住之江って、狭くもないし広くもないみたいなイメージがあるんですね。で、あと淡水。ああ、まあそうね。なんかこう。なんだろう、淡水でも独特の淡水じゃない。そうなんですよ、尼崎とも違うよ。そうなんですよ、柔らかい、でも合わないって時ほど。いや本当ね、よく言うのが氷の上を走ってるよっていう、わかる。本当にそうです、ね、合わない時ほどなんだこの水面っていう水面なくて、全くボード向けんもんね。そうなんですよ、合った時はめちゃくちゃすごいっていう、めっちゃ乗りやすい。で、あと住之江、私多分野添さんはでももう結構走られてるんであれなんですけど、住之江のスタート、めちゃくちゃ私は速いタイプだったんで、住之江って、合わせやすくてすごい好きだったんですよ。なんでもともとスタート感とかタイミングのいい選手は、多分結構いい感じで攻めていけるところなのかなって思う部分もあるし、知りすぎてると行き過ぎたら危ないよって言って逆に行けない部分も多分あると思うんですよ。はい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 、あるある。もう異常なほど速い時あるからね。はい、風がこう結構あまりこうすごく吹くイメージがないので、この季節は基本多い風やけどね。そうなんですよね。だからこうなんだろう、進みやすいっていうか、こう伸びにつながりやすい水面なのかなって思うんですよ。それはあるかもわからないね。はい、でなんだろう、ホームの広さがちょうどいいからなんか。いやあれスタンドから見たことないやろ。ないです。めっちゃ近いよ、正面北門南門から入ったら、はい、観戦スポットってこう上にこう書いてあるんやろ、この上にね。へー、そこは1コーナーの真下やねんけど、はい、俺何回かそこで見に行ったことあんねんけど、まあ近い。もう乗ってる側の時はそんな全く思えんかったんやろ。全然わかんない。思えんやんか、はい、いざ見たら目の前やねん、ほんま。そうなんですか。もうだから下手してチャーマークでちょっと15メートルぐらい中入ったら、ハンドル切る瞬間これ見とったらわかるもん。あ、来たっていうの。あ、今それですごい今思い出したのが、長嶋真希ちゃんが住之江走ってる時になんかガツンと切る時か、そのしぶきが多分観客に行くっていうのを分かってて、いつもその行くだろうなって思う時はユニバーサルスタジオジャパンとか言いながら何しとんねん
バッシャーみたいな。いやでも俺もあんねん実際。そうなんです。睡眠の時はだいたい一と走ったら3周に行こうな、大回りして時計のもう時計際走ってこうスタンド見ながら手振ってくれた、あ取ってんな、みんな当たってんなと思いながら1コーナーその平際走ってバーンハンドル切って帰っていったんやんか、わざと。まあ、今思ったら濡らしとったなと思って。そうなんです。申し訳ない。いやそんなに近いんですね。めっちゃ近い。行く機会あったら一回ちょっと見てほしいよ。いや行ってみたいです。多分ね全国一近いと思う。本当ですか。本当。いやそれはちょっと見てみたい。もうほらハンドル切る位置分かるやんか。多分こうやってディーディーったら多分あ切ったってのすぐ分かるわ。いや見たい、うん、いいと思うよ。はい、ここで告知なんですが、このプレミアム G1 第11回クイーンズクライマックスではですね、なんとこのベティちゃんとコラボして、うん、全国キャンペーンオープン検証キャンペーンやってるんで、これすっごいめっちゃ可愛い。めちゃくちゃ評判いいねこれ。いや本当に可愛いんですよ、うんね、なんかもうクラシックなベティちゃんもいるし、はい、もうこのクイーンズクライマックス、これ何ちゅうんだっけ、これベールです。ローブですね。ベールじゃないです。間違えた。まあそんなも含めてね、全国でキャンペーン、ボートレース場やボートレースチケットショップなどね、順次クイーンズクライマックスのイベント開催しています、はい、スケジュールはね概要欄特設サイトにリンクが貼ってありますので、はい、そこでご確認してください。まあコラボグッズが当たる抽選会などはね、あと僕のまあイベントトークショーとかあるんですけど、うんうん、そのまあフードカーとかいろいろなところでやってますので、うん、ぜひぜひそれも楽しんでいただければなと思ってます。パーカーこれ、はい、これね僕この前住の家場内来て歩いてたんですよ。これめっちゃ可愛い。好評で、うわそれください、いややらんって言ってね。まあこれ検証でね当たったりもらえるんで、これ T シャツも。そうなんですよ。これ見て、赤に赤のベリーじゃあかんで、これほんまに赤ばっかりやね。あかん。なんかええよね、これほんとセンスある、ほんまに今回は、うん、杉野さんが並々ならぬあれが感じますね、この量といい質といい、まあ、これもそうだし、マスクもそう、このマグカップもそう、うん、全部おしゃれ、おしゃれよ、はい。あとねこのコラボの豪華商品が当たるオープン検証を行ってますんで、はい、まあ、これもねなかなかないベティちゃんの刺繍の入ったこれ、お金かかってるらしいよこれ。すごいスカジャンじゃないですか。ほら若いと20代の時流行ってんこういうの。へえ、これを実物本当は今日お見せしたかったんですけど、今手元にございません。えこれおーいないぞ。え野添さん着られるんですか。いや俺着させてくれるんかな、もう着たら脱げへんよ俺。いやこれかっこいいし可愛いし。可愛いよね本当ね、年齢問わずベリーちゃんってやっぱりこうなんか、うん、ね、みんな親しみのあるキャラクターなんで。そうですね、はい、これね当たった人メディカル絶対出さないでくださいね、本当にたまに見に来るからね、うん、いろいろね。なんかこういうクッションも80名、うん、太っ腹やなこれ、すごい、ね、しかもヘルメット、ほんまやちゃんとボートにカボックあれ一応カボックだからな、カボックやね、はい、すごいめっちゃ寄せてきてくれてるじゃないですか。ボートに、まあ、このクッションなんですけどね、まあクイズがあるんですよね。でクイズのこのまあキーワード、はい、まあ、間違うわけがないで、ボートレースほにゃらら、うんん、まあ、これね入れていただいて、これで応募していただければ、まあ、当たるか当たらないかはあとはあなたの運次第と。なんか欲しいのあるこの中でパッと見て、え、まあ、そうやんなパーカーやな。いやでもスカちゃん欲しいです。いやそりゃそうやわ、ないねんもん、そりゃ無理やわ。欲しいね、まあでも皆さんねどん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 応募していただいて、はい、概要欄からリンクがありますんでそこから飛んでいただいて、はい、まあ、クイズに答えますしね、皆さんまた現地でもそうですし、まあ、ネットでね船券購入される方もいろいろ楽しんでいただいて盛り上げてくれたらなと思います。